皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました。ザ・クルー2とプロジェクトカーズ2とフォルツァ・ホライゾン4の時間です。はい。ということで、今日はですね、珍しく3本立てと言いたいところだけども、動画は1本です。はい。まあ、タイトルにもありましたけども、前回ね、アストン・マーティン・バルカン。こちらの車にね、乗りました。フォルツァ・ホライゾン4の中で。で、非常にね、いいエンジン音だったわけですよ。はい。で、プロジェクトカーズ2も、あれは実車とほぼ同じということで、非常にいいエンジン音がするんですよ。はい。そしてもちろんザ・クルー2もね、エンジン音の修正が入ったり、いろいろなんやかんやあって、いい音がすると思われるんですよ。はい。なので今日この3つのソフトで、ちょっと音をね、比べてみようかなと思います。エンジン音をね、もうただエンジン音を比べるための動画です。しかもなぜかその第1号の動画に、アストン・マーティン・バルカンが選ばれるというね、なんか素晴らしい、あの、名誉のあることですからね、バルカンくんね。はい。ではですね、まあ、今日は、この作レオナルド、そして、作シューマッハ・ジュニア、そして、作ジュリア、この3本立てでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。ではね、早速このバルカン、まあ、三人称視点と、ドライバー視点。この二通りでちょっといろいろ走ってみようかなと思います。よろしくお願いいたします。ではね、早速走ってみましょう。エンジン音の検証をいたします。そしてエンジン音の検証をソフト別にするのは今回初めてだと思うんで、皆さん一緒に聞いて、あ、ここが、あ、違うね、ここは似てるねっていういろんな議論を交わしましょう。よろしくお願いいたします。ちなみにザ・クルー2でエンジンスタートするとどんな感じでしょうね。まあ、いいのか悪いのかよくわかんないな。まあまあ、そんな感じですよ。はい。R34 とにらめっこ。プンプン。はい。ではやってまいりました。サクレオナルドです。今からね、ちょっとここ走ってみましょう。では、まずは三人称視点で。かっこいいね。走ってみたいと思います。はい、ではここからはドライバー視点に変えます。どう？どんな感じ？どんな感じ？なんかさ、音すごい静かですね、なんかね。はい、これがね、一応ザ・クルー2ですね。ザ・クルー2でこのバルカンをエンジンを検証してみました。まあ、どんな感じかまたコメント欄で議論しましょう。次はサクシューマハジュニアにバトンをタッチしたいと思います。それではサクレオナルドからサクシューマハジュニアへどうぞ。はい、ということでやってまいりました。プロジェクトカーズ2の世界へようこそ。ここからはサクシューマハジュニアがご案内させていただきます。はい、アストンマーティンバルカンに乗ってオーバルコースを走りましょう。レッツゴーです。エンジン音は果たしてどんな感じなのか頑張っていきましょう。はい、ということで、まあ、このプロジェクトカーズ2というのは、まあ、実車と同じ挙動、そして実車と同じエンジン音というのを売りにして、まあ、発売しているゲームであります。なので私は非常に期待をしておりますね。本当ね。はい。で、なんかあれなんですか？プロジェクトカーズ3って発売されるんですか？本当に。なんか調べてもまだネットで調べてもあんまり出てこないんだけど、なんか情報が結構回ってるみたいで、もしそうだったらすごい嬉しいですね。楽しみですね。でなおかつ発売日がいつ頃なのかっていうのも非常に気になりますね。はい、ではサクシューマージュニアのワンマンショータイムアタックですね。エンジン音を聞いてみましょう。よろしくお願いいたします。こんにちは、私サクシューマージュニアです。はい、ということで頑張っていきましょう。いや、これもうこの時点でいい音してるやん。ザクル2よりさ、これ
懐かしいな、佐藤拓磨選手みたいな感じで走ったな、ここインディカーでインディ500やったな、これ。さあローリングスタートですよ。もうこの時点で結構いい音するよこれすげえな。はい、では3人称からやっていきたいと思います。ちょっと半コンなんでね、ちょっとこの辺り怖いですけど、めちゃくちゃいい音じゃねえかこれ。全然違うね、音がね、音全然違うね。どうですかこのシフトダウン、めちゃくちゃいい音してんなこれ、すげえめちゃくちゃいい音してんじゃん。よし、じゃあちょっとドライバー視点に変えますね。今度はここで行きたいと思います。ではスタートしましょう。はい、フィニッシュしちゃったんだけど、どんな感じ？結構いい音じゃなかった？これなかなか。ではこのまま今度はフォルツァホライゾン4の世界へ、サクジュリアにバトンをタッチいたしましょう。ではサクジュリアよろしくお願いいたします。はい、やってまいりました、サクジュリアよ。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、では音を聞いてみましょう。はい、一応ねこれは星を取ろうと思ってませんので、ちょっとエンジンを聞くためだけなので、ちょっといろいろ試してみたいと思います。はい、シフトダウンの時の音を結構小さめですね、こう考えるとね。はい、ではもう一回、スタート0からね、0100やってみましょう。では行きます。まあ0100じゃないけどね。バブリング音なんかは結構いいね、聞こえるねちゃんとね。はい、どんな感じでした？次はちょっとあれしましょう、ドライバー視点でいきます。はい、ではやっていきます。今度は運転台視点です。
roundabout. Take the second exit. どんな感じですか？シフトダウンの音ってやっぱ聞こえませんよね、やっぱね。こう考えると聞こえませんね。じゃあもう一回、低速からね、一気に行きたいと思います。よろしくお願いします。いや、こう考えるとどうですかね。ちょっととりあえずゴールしますね。一旦ゴールして帰ってきます。はい、というわけで皆さんやってまいりました。最後の締めはフォルツァホライゾン4で締めたいと思います。まあどうでした、皆さんいかがだったですか。まあ1番目にザ・クルー2のアストンマーティン・バルカンのエンジン音、そして2番目にプロジェクトカーズ2のアストンマーティン・バルカンのエンジン音、3番目に最後フォルツァホライゾン4のアストンマーティンバルカンのエンジン音、この3つをお届けいたしました。まあ今回第1回目とは歌ってますが、まあこれが第2回目3回目って続くかどうかはわかりません。はい、一応ですね、今回はフォルツァホライゾン4で前回アストンマーティンバルカンのエンジン音がすごいいい音ですねってこうおっしゃっていただいた方が、まあ結構おられてですね、まあ私自身もいい音だなと思って、まあそのアストンマーティンバルカンっていうのは、まあ他にもね、ザ・クルー2と、プロジェクトカード2にもあるなということで、今回この3つのソフトで比べてみました。グランツーリスのスポーツにはあったのかな覚えてないな。ごめんなさい。なかったような気がするけどね。はい。なので、まあ、個人的にですよ。私、個人的に言ったら、プロジェクトカード2がやっぱりナンバーワンかなと思いました。今回はね。まあ、もしかすると個人差がありますんで、ザ・クルー1が、ザ・クルー2のバルカンが良かったよって方もおられると思います。そして、フォルツァ・ホライゾン4が良かったなっていう方もおられると思います。ただ、私、個人的には、プロジェクト・カーズ2のアストン・マーティン・バルカンがナンバーワンでしたね。というのも、一つだけ違うところがあって、やっぱり、シフトダウンの時の音。まあ、僕らみたいな車好き、そしてエンジン音マニアというのは、マニアって、エンジン音好きというのは、やっぱりシフトアップもさることながら、アイドリングもさることながら、やっぱりね、シフトダウンの時の音がね、やっぱりね、大事なんですよ。シフトアップ、シフトアップで、まあ、高音まで行って、そしてダウンする時の、フォーンみたいな感じのダウンしつつ、ブルルルバン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 っていうあのバブリング音と、あの二重奏がたまんないよね。はい。それが一番大きく奏でてくれたのが、プロジェクトカーズ2だったかなと思いますね。まあ、フォルツァホライゾン4ももうちょっとエンジン音のボリュームさえ上げれば結構いい音になると思うんだけど、バブリング音も、バブリング音もね、結構いい音してたよ、フォルツァホライゾン4は。ただシフトダウンの時の音はやっぱりプロジェクトカーズ2がナンバーワンですね。これ完璧でしたね、もう。もうシフトアップ、シフトダウン、そしてアイドリング、そしてバブリング音はちょっと小さかったけど、完璧だったのはプロジェクトカーズ2だと私は思います。あくまでも私自身の個人的意見ですので、いろいろおられると思いますんでね、まあ決めつけではないですよ。個人的意見ですので、そこをよろしくお願いいたします。はい。ということで、まあ今回初の試みで、まあソフトごとにエンジン音を比べてみましたけども、まあある意味検証って言ったら検証ですけどね。本当にいい音だったと思います。はい。まあということで、プロジェクトカーズ3がもし出るなら、楽しみですね。ぜひやってみたいと思います。はい。もしかするとこの3つのソフトでエンジン音を比べるというのは今日が最後かもしれませんし、継続して続くかもしれませんが、またね、よろしくお願いいたします。またリクエストがあればおっしゃってください。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。そしてサクレオナルドでした。サクジュリアでした。サクシュマハジュニアでした。ありがとうございました。みんなありがとうございました。サクでした。